駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、雇用も書いてます、日本懐かし遊園ゲーム大全でーす、ね、今回はというと一作ゲーム機が仕上がったんで紹介したいと思います。でね、これがこちらの一発ホームランバッターということでね、まあ見ての通りホームランバッターをね改造したもんですね、まあね、こういうゲーム屋さんの商売をしてると、まあ、こういうゲーム機のね、まあ、コインセプターとかレバーとか当たり券払い出し装置とか、まあ、そういう部品がね結構ね、まあ、手に入るんですよね。だから部品なんでそれだけではなかなかゲームにならないんですけど、今回ね、まあ、このホームランバッターの盤面があったんでね、まあ、その部品をいろいろ組み合わせて、まあ、こういうねオリジナルゲームが出来上がったって感じですね、まあね、三井のホームランバッターはこれね、セレクターもね、まあ、オリジナルセレクターなんですけど、それがねなかったんで、まあ、コインセレクターをねつけたりとか、あとこのレバーもね、実はねこれグランプリのねレバーなんですよね。まあそういうパーツのかき集めてね作ったって感じですね。これね、板はホームセンターで買ってきた板をねカットして、あと穴開けたりしてね、まあ、作ったもんですね。去年の12月ぐらいから作り始めたんで、まあ、3ヶ月ぐらいかかったかな。まあ、毎週ね、カースイの定休日を利用して、まあ、コツコツ作っていったんですけど、まあ思ったよりね、時間かかりましたね。まあ、板を切って、でね、こう、穴を開けてね、このパーツをこう組み立てただけなんですけど、いや、やっぱ時間かかりますね。あとね、これね、一発仕様に改造したんで、このね、この盤面のレイアウトね、結構ね、こう、RC をこうしようってね、いろいろ試行錯誤してたんで、それも時間かかったかな。まあ意外とね、まあパパパってできちゃうかなと思ったんでね、ありもののパーツを組み上げるだけなんで、意外かかんないかなと思ったけど、やっぱりね、なんだかんだで3ヶ月かかっちゃいました。でね、まあ肝心のね、ゲームの内容なんですけど、これね、まあ一発ホームランバッターっていうだけあって、これ一発勝負なんですよ。10元入れると、このね、メダルが打てるようになります。で、このメダルを打って、このね、当たり、2つある当たり、こっちの当たりに入れると、当たり券がね、1枚出るんですよ。ここね、ダブル当たりに入れると、当たり券が2枚出るんですよね。なので、まあ基本的にはね、ここの当たりとダブル当たりが並んでる、このね、ぶっ込みに入れるって感じのゲームですね。で、あとはここに入ったら、当たりかダブル当たりかの名前、どっちかに入るって感じなんですよね。まあ、単純明快な方をね、もうやるだけのゲームって感じですね。まあね、説明だとだけだと分かりにくいと思うんで、早速ゲームの方を遊んでみたいと思います。チャンネル登録でござる。それでは、一発ホームランバッター遊んでみたいと思います。これね、ここに入れれば当たりかダブル当たりのどちらかに入るんで、まあせっかくなんでね、UFO 当たり入るまで遊びましょうか。ね、まずは1回目。はじかれた。ああ、ダメか。落ちた。よーし、当たりの方ね。まず早速当たり入りました。10点券ね。次はこっちでね。これ右に行くか左に行くかは運命の分かれ道なんでね。これで50円か。今ちょっと滑っちゃった。来た。ああ、また当たりか。20点券ゲット。あ、せっかくなんでね、大当たり入れたいんで、まだまだ続きます。よし、来た。よし、大当たりやりました。ね、大当たり出ました。ね、大当たりやるとズバンズバンってね、2連続で出るんでね、迫力がありますよね。結構そこはね、気に入ってるんですよね。で、あ、今回はね、7回でね、出ましたね。何回目だか忘れてたけど、2回ね、当たりに入って、で、1回ダブル当たりに入りました。ってことで、60点ゲットですね。70円使って60点ゲットなんでね、かなり当たりやすいゲームなんじゃないですかね。まあ皆さんもね、この、新規導入した一発ホームランバッターね、これね、当たりに入ってこのね、ぶっ込み入ってね、ダブルに入ったり入った時はね、これ今の動画の通りね、迫力なんでね、ぜひですね、このダブル当たりに入った時のね、達成感をね、皆さんも
味わってみてください。ではね、今回は私が自作した一発ホームランバッターをね紹介しました。皆さんもね、ぜひぜひ遊んでみてください。ではね、次の動画も見事にチャンネル登録お願いします。あとね、グッドボタンもね押してもらえると、私がね苦労して作ったゲームがね、まあ報われる感じがするんでね、よろしくお願いします。それではバイナラランナー、今じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。